それではセリフリスペクト、はい、セリフリスペクトインオウデカシティ、ちょっと英語を読めませんが大胆な性格っていうののリスペクト、はい、アーティスト気質の人は自分自身を大胆で勇敢で冒険好きな人とみなしており、他者からもそう見られたいと考えていると。パットン将軍は常に大胆不敵であることが勝利をもたらすと言ったとされていると。 SP の自尊感情はどんな状況下でも危険に立ち向かい、それに打ち勝つことができるかにかかっている。大胆さは培うべき美徳であり、オズの魔法使いのライオンのようにアーティスト気質は臆病であったり怯えたりすると罪悪感を覚えると。ヘミングウェイはしばしば伝記作者カルロス・ベイカーが勇気と臆病についてお気に入りの題材と読んだものについて書いていました。彼は勇気は尊厳の問題だと信じていた。内面的な尊厳のない男は恥ずかしい存在だった。アーネストは個人的経験から臆病者であること、臆病者であることをやめること、その両方を知っていた。そして今実際の危機に対し自分が何が起ころうっていうのを気にしなくなったことに気づいた。あなたが死ぬかもしれないなら、その瞬間まであなたの仕事と人生の喜びについて可能な限りの全てを成し遂げることが大切だと分かった、なんていう引用がちょっと分かりにくくてすみません。要はなんか、はい、死なんて分かんねえんだから、うん、それまでの喜びについて可能な限り成し遂げることが大切だぜイエーイみたいな、はい、大体よく言いますもんね、はい、明日なんて分かんないみたいな、明日なんて分かんない、まあ分かんないですけどねみたいなことをおっしゃる、はい、まあ楽しむ人生どう楽しむか、うん、まあ僕ははい、なんかどうやって死ぬかみたいな方が大切だったりはしますけど、はい、この瞬間まで大胆に生きる熱意でアーティスト気質の人は大冒険家ですと。彼らは自らを危険にさらすこと、チャンスを取ること、危害に立ち向かうことを楽しんでいますと。その危険はどのような形でも関係ありませんと。良い仕事や安定した生活を手放さなければならないとしても、その代償を払う用意はあるでしょう。 SP 型は人生は短すぎると言い、日が輝くうちに働けと言い、ためらうものは失われると言います。 SP はためらわない。反対にリスクを取ることは彼らにとって魅力的で、繰り返し追求することがあり、ますますエッジに近づこうとしますと。スカイダイバー、レースドライバー、傭兵のほとんどがリスクを取りすぎて脅迫的になった SP だろうと思われると。また全てのリスクが命がけなわけではないと。最も成功したウォール街の輩も、輩って書いてありますからね、輩も企業の大物も通常はアーティスト気質の人ですと。外科医や弁護士、政治交渉人、トラバルシューター、コメディアンの多くもそうだと。例えばジョニー・カーソンは危険なジョークストーリーに基づくユーモアを開発した。大学時代にショーを主催していた頃から言葉遊びは大胆でわずかに下品なものだったなんてことが言われています。こうなってくると、はい、NT との迷いってあんまりない。 NT との迷いはあんまりないです、ね、まあ NT も分からなくはないけどぐらいの、あ、それは T 論理として言葉として、はい、捉えているということですね、うん、まあ、でも明らかにこっちの方がしっくりくるみたいな、はいはい、効率よりも、はい、楽しむ楽しむ楽しまなきゃ面白くないじゃん、面白くないというかまた NT は効率が楽しいんでしょうね。効率が楽しい、いかにキュッてショートカットするか、うん、なのかなって。逆に SP は遠回りでも、はい、そっちが楽しそうならそっちを選ぶこともある。そっちを選びます、むしろ楽しそうと思ったなら、楽しそうと思った方を多分あえて選ぶ。短いよ、こっちのがあのコスパいいよって分かってても、はい、そこははいなんですね。はい、迷うとかじゃないんですね。楽しまなければ意味がないっていう感じじゃないですか。なるほど、はい、はい、SP は太く短い人生を求めてる？まあそういうわけでもないですよ。
短ければいいってわけでもない。それは太くて長いのが一番いいですよね。そう、だから楽しみたい、はい、で先は別に見てないんですよ。 長いとか短いとか見てないって感じです。そうですよね、はい、NF は明日を見てます。はい、明日が輝くなら、はい、今日は面白くなくても大丈夫です。はい、これが NF。 はい、はい、はるかちゃんがね、私は ADHD で SP だと、はい、ゆえのリスク取りなのか ADHD 症状ゆえのリスク取りなのか、ここは気質取りだからどうしようもないことなのかと、これはどういう理解ですかね。まあその SP のリスクって別にリスクをあえて取るというか、まあ、楽しそうだからだと思うんですよね。リスクと思ってない、リスクと思ってないというか、楽しそうなことがリスクの先にあるならやらなきゃって話じゃないですか。はい、はい、別にあえてリスクを取るっていうよりは楽しさがそこにあるから、もう取らざるを得ないに近い。リスクを、楽しみがないリスクは取らないですよ。だから、はいはい、あえてリスクを取ったりはしない。はいはいはい、はい、だそうです。はい、しかし、続きですね、自尊心の、はい、一般的に SP は大胆な身体的行動が関わる仕事、演劇やスポーツだけでなく建設業、重機械が使われる仕事、ダムや高層ビルの建設作業などなど、人間の力が自然の力に対抗する油田やそういった作業にも引きつけられると。またそういう荷物の積み下ろしとか、バイク、飛行機の運転、警察、兵士、消防士など大胆な行動とかなりの身体的勇気が必要なのも SP の職業だと。残念ながら文化的なステレオタイプは男性のアーティスト気質の人に女性のそれよりもはるかに多くのリスク表現の機会を提供していますと。フェミニスト運動の影響でこのライフスタイルが女性にとっても社会的に受け入れられるようになるかもしれないと。しかし現状は SP の女性のほとんどは典型的な SP の職業から締め出されられているのが現状ですと。 SP の半分が女性であるにもかかわらずそうなっていると。確かにプロスポーツ、ゴルフ、テニス、今ではバスケットボールも進出した女性もいれば、建設業や軍隊に入った女性、トラブルシューターとして成功した女性もいますと。しかし精密さ、持久力、力大胆さ、タイミングが欲求される、そういったアクションの仕事は依然として男性が支配している。女性の大多数は今なお看護師、教師、事務の3つの伝統的な職業についているが、それらはアーティスト気質の女性に自尊感情を築く機会をほとんど与えていないでしょうと警鐘を鳴らしていますね。警鐘なんですかね。え、警鐘じゃないんですか。警鐘じゃないですよ。良くないですねこれはっていうことじゃない。タイプの話ですもんね。女性がつけてないよって話ですよね。生かせてないよって。男性の方が得意ですよって話じゃないですか。え、そうやって受け取るんですかこれは。はい、そうやって書いてありました。いや、そうやって読み取りました。え、これ妄想ですかね。その違いがあるよっていう説明しただけですよね。違いがあって男性の方が多い、ひどいですねって。違い、これは何とかすべきですねってことを言ってるわけじゃない。別に何とかすべきですか。リスク取った方がいいですか。女性もやりたいなら取った方が良くないです。取れないとは言ってないじゃないですか。言ってないですけど。っていう話です。話ですね。で、受け取ったってことです。僕はそれで受け取ったって提唱とは言ってないって、はい、はい、書いてはいませんでした。はい、はい、男性の方が好むって話かなって思って。嘘、より女性はなかなかそういうのを生かす場が限られてるねって受け取りましたけどね。よりそういうところに行くからって話、男性の方がよりリスクを取って。今のはそうやって読むんですね。別にできなくはないじゃないですか。でもまあやっぱり肉体筋力的に違うから男性の方が得意なんだねっていう、はい、しょうがなさはあるのかなと思います。はい、はい、